しております。一緒に考えよう。8センチ6センチの長方形が45度回転して回転してこう書いてみな。これ円になるんじゃない。これこうでしょ。こうとりあえずこうしたら何とかなりそうじゃない。ここはどうやって求めたの、アイちゃん。この大きかったの。ここは何度だったの。40。なんで？あ、そっか。これがこう動いたからね。OK、OK、OK。45度がこう動いて、したらここは何度？ここが90度。45だね。45、45でしょ？見えてこない。なんかここにひらめきなんだよ、ひらめき。ここと同じ面積でないどっか。ここと同じだよね、ここじゃん。うん。じゃあここをさ、ここをここに持ってきてあげろ。一緒だから。一緒だったら。あ、違う。一緒じゃない。一緒じゃない。一緒じゃなかった。多分綺麗な図形になるはずだよ。うん、はい、ちゃんと一から考えよう。そうなったら。あ、これが、そうだね。ここはいらないんだよね。型じゃん結局、うん、そうそしたらここの45度のこの扇形が答えです。よく気づいた。こういうなんかさ、もういかにも求めにくそうなのってさ、ずっとし結果的にシンプルな面積を求める答えになるんだよね。うん、答えも綺麗に割り切れたしね。これもさ、三角形作ってあげたらいいんじゃない？ AB、ここ三角形にしてあげてごらん。 AB、B' で三角形にとりあえずしてあげてごらん。だからさ、その三角形が、あ、30度回るってことだよね。違うかな。ごめんね、ママも適当に言ってるよ。そこを B' ダッシュっておこうか。ここ B' ダッシュだったら、こことここ同じ長さでしょ。見えてこないかな。中点取ってみようか。大ダッシュ。気がするんだよね。これな気が。答えはこれ。気がする。この三角形な気がする答えは。違うよ。ここの扇形じゃん。あ、扇形か。答えはそこの扇形になりそうな気がするよ。だってこれは方程にやってくれる。分かった。え、なんで教えて。なんでそう、この扇形になるの答え。で、これがここだから、これとこれ。
これ結局何の線引いてたら役立った？これ消していい？消しゴムで。ここ何も線なかったわけじゃん。自分で引いた線どれが引いてたらこの今の答えに導けた？このままだと分かんないじゃん。どの線が一番役立った？この線？あ、じゃあそれだね。それが引けたらじゃあ答えが持てるってことね。はい、待ってますか。来た。Bye.